こんにちは、ゲームエイトのケイドラです。本日は高杉晋介の攻略見ていくんですけども、あらかじめ言っときます、これはネタ動画として出しているんで攻略解説ではありません。詳しい攻略解説は他のジェジェム課金とかそちらを見てもらえれば幸いです。で、まあなぜこれをあげるかっていうと、まあ、こういう楽しみ方もあるんだよ、いろんな攻略の仕方があるんだよっていうのを皆さんにお見せしたくて今回動画を撮っております。なのであらかじめそこはご了承ください。コンテンツの一つとしてお楽しみいただければなと思います。では早速見ていきましょう。スタート。はい、パーティーはなんと弁財天2体とラファエル2体という風になっております。ダメージオールね、1回でも焼かれると HP0 になるので、そこをいかに注意しもって攻略するかが鍵になっております。で、まあ弁財天の SS 打つと、まあ、地雷とかダメージオール無効化できるんで、それを利用していくんですけども、2周に1回しか打てないので、そこをねうまく調整しながら進んでいきます。はい、ワクワクの実の紹介はしてないんですけども、言っておきますと、弁財天は、アジンですね、アジンじゃないわ、神ですねの同族会議特営で送っております。ラファエルは激襲過激特 M と失神 L、 もう一個の弁財天は普通の同撃、フレンドのラファエルが、同撃 L と、確かね、激襲加盟 L と証明 L だったと思います。はい、HP0 になったんですけども、ドレインによって HP を耐えております。で、攻撃力ダウン状態だったら、この女の子のホーミングですね、100ぐらいしかダメージ食らわないので気にすることはありません。で、あと、まあ、このクエスト正直紋章いらなかったですね。弁財天連れていくと、もう焼けるか焼けないかのところなんですよ。死ぬ要素って焼けるか焼けないかなんで、正直紋章いらなかったです。まあ、一応保険として連れて行ってるんですけども、まあ遊び程度なんでご了承ください。まあこの辺は難なく抜けていくんですが、まあ、一応意識していることは、ステージ1で4手で突破します。で、スタートを弁財天にして、でダメージオールをかわし、2手目のラファエルで地雷回収で、3手目の弁財天がだいたいここ上にいるので、間にはまってダメージオールを回避します。で、そうですね、ラファエル抜きを基本的には意識してます。1ターン目はダメージオール巻かれないっていうのを利用して、基本的にはラファエルで突破するようにしております。なのであえて SS をボスからずらしていったりはするんですけども、そういう意図があります。で、これがね、ラッキーイレバンですね。はい、で、お次ここ4枚ぐらい食らったんですけども、まあ、運よくこの砂時計一番でっかいやつ出たんですよね。これがありがたかったです。なのでラファエルが SS で溜まりました。で、弁財天次ですね、 SS を打ちます。で、まあはまりやすいような角度があるので、この辺ですね、打つとボスの右にはまりやすくなっております。はい、弱点来てたらもう8割ぐらい持っていってましたね。まあでも結構ほんまに入れ番するんで、あんまり当てにならないんですけど、さっき一回やってる時に、弱点がちょうど右かな、右に来て、弁財天がその弱点を真右にいたんですよ。で、先制打たずに横からしたら、一旦で倒して、パーフェクトっていう、文字を初めて取りました。はい。で、ここはですね、SS を打つんですが、下にはハマりたくないなっていう風な打ち方をします。まあ、ハマりそうなんですけど、危ないんですけど、弱点判定がそこにあるので、はい、こんな風に削りますね。削りに入ってラファエルで突破するように意識をしております。弁財天は多分今カウンターキラー乗ってると思うんですよ、多分ね。闇属性キラーも乗ってるか分かりにくいんですけど、すごい威力で倒します。で、結構危険なのが次のボス戦ですね。両方とも SS 使っちゃったんで、ダメージオールに焼かれるとすぐ死んじゃいます。まあ、1ターン目はここで無事なんですけど、ちょっとギャン狙ったけど薄すぎましたね。はい、で、ここラファエル SS 打ったと思います。まあ、できるだけ弁財天暴れさせるイメージで打っております。はい、ただ
サムライザコを行ってもやれなかったんですよ。これがちょっと悲しかった。ボスの HP はかなり、ボスの HP はかなり削ったんで、もうここで突破しますね。ただ着地点をどうしようかって迷ってたところを、まあ縦勘で右に連れていこうかなっていう、まあ少し謎の判断だと思うんですけど、まあ次のボス配置ですね、左下にボスが来るんで、右に連れといたらハマりやすくなるっていうところで右に連れました。はい、HP0 です。ご覧の通り HP が0です。はい、ここどうしたっけな。 SS は多分売ってなかったと思うんですけど、回復し持っていきますね。ボスは失神しますが、投げ払いなんで誰も当たらないような道でしたね。はい、 HP が8600で、ここで、まあ、SS ないんで打てないんですけども、ちょうどいい位置に出ないといたんで、縦貫して倒します。で回復もできますね。はい、でお次が、あ、そうですね、次の弁財天 SS 溜まるんで、とりあえず地雷回収しもって回復もしもっていきます。はい、で次のショットね、超迷ったんですけどね、下ジャコ来たんではめたいんですけど、この角度的には上当たってから下にはまるのは多分厳しいというところで、斜め直入れしようか迷ったんですけど、それもせずに多分横間で弱点を殴るような打ち方をしたと思います。まあ無難に HP を削っていく感じですね。まあできたら本当にラファエルで抜きたいっていうのがあったんで、倒したくはないなっていうところなんですけど、まあ、やっぱり弁財天火力高いんで、どうしてもラファエルで倒しがちなんですよ。じゃあ、弁財天で倒しがちなんですよね。ラファエルスタートになりがちなんですけど、まあ、ここはうまく調整できましたね。回復もめっちゃできるんでね。はい。これが美味しいです。衝撃波がね、2体食らっちゃって危ないって感じなんですけど。で、ここで、次攻撃、まあ、ホーミングしかないし、ホーミングも全然痛くないんで、回復しもっていきます。はいですね。で次の弁財天は下配置をします。次のボス戦の開幕ですね、できれば雑魚を処理していきたいんで、下配置をして止まります。ただまあ弁財天で抜けちゃったのが、まあ、辛いところなんですけど、で次の弁財天もね、SS 溜まってないんですよね、今。なので、まあ、地雷じゃなくて、ダミオをかわしつついかないといけない状況です。はい。で、こんな風になって、割と危険ですね。ただ、サムライ族は倒したかったんで、今のような打ち方をしました。縦勘でもよかったんですけど、まあ、サムライ族の SS 支援食らっちゃったら、まあ、割とめんどくさいよねって話で、今のような打ち方をして。で、ここ、まあ割と賭けだと思うんですけど、割と賭けではなくて、ドレインによって回復できるっていうのが分かってるんで、あえてダメージ量に突っ込みながら敵を処理していきます。はい。で、これで SS2 段階目ですね。打ちます。まあ、弁財天動かすイメージで打ちますね。はい。でね、思ったよりダメージは伸びなかったんですけど、まあ、弁財天がいい位置に行ってくれました。はい、ここで SS を打ってかっこよく決めたいなっていうところですね。が最後入れ歯しちゃって抜けちゃいましたね。まあこの HP なら耐えれるんで大丈夫です。やっぱドレインの効果すごいですね。でここで最後はもう友情で溶かしていきます。はい、こんな感じで弁財天込みのクリア動画となります。まあ他にもね、いろんな攻略の仕方あるんですけども、まあお遊び程度で、娯楽程度で見ていただければなと思います。まあ、皆さんもなんかこんな面白い編成でクリアしたよとかあれば、ぜひコメント欄で教えてください。まあ、僕は他にコラボキャラだけでクリアとかもしてるんですけども、それ、まあ、まだ出すかわからないんですけども、まあ、用意はしてありますので、よかったらそちらもお楽しみください。というところで、今日は終わりたいと思います。カミカミでしたが、最後までご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録と Twitter のフォローとインスタのフォローもお待ちしております。それでは、バイバイ。